こうなることは分かってたはずなのに。でもお前の力に頼るしかなくて。アルミ、お前はどうして逃げないんだよ。巨人。それ以上近づいてみろ。こいつを奪われるくらいなら殺すからよ。なんだこいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イエガーか。ダメだ、こいつだけでも。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ。ここまで追ってきやがった。分かったよ、リヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いが、お前はここまでらしい。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。逃げた。兵長、今のでガスが完全に消えた。奴を追う。ガスと刃すべてよこせ。はい、急げ。ライナー、この左胸に入ってた鉄のケースは何だい？君が手足を切り落とされる前、最後の力で取り出そうとしたものだぞ。自決用の薬、それとも爆弾か。ごめん。手紙。手紙？何の手紙？ユミルの手紙だ。クリスタに必ず渡してほしい。中身を改めてからね。さて、聞きたいことは山ほどあるんだけど。君の口も鎧のように硬そうに見える。君は私たちが知りたいことを教えてくれるかな。いいや。ありがとう。覚悟ができてて助かるよ。待ってください。いいんですか？その力奪えるかもしれないのに。今日説明するのは、この注射薬の最も有効な活用方法についてだ。この薬を使えば、超大型巨人や鎧の巨人、獣の巨人らの力を奪うことができる。そのすべては、この注射を打たれた者が巨人となり、エレンのように巨人化できる人間を食うこと。そうすることで、一旦は知性のない巨人となった者も、人間に戻り、巨人の力を操る人となるのだ。それが果たせれば、巨人の力や情報を得られるばかりではなく、瀕死に至った人間をも蘇らせることができる。もし巨人の力を持つ敵を捕らえ、四肢を切断した後、安全が確保されたなら、リヴァイ兵士長を呼び求めよ。注射器はこの一本限り。その使用権はリヴァイ兵士長に託してある。私は条件が揃ったとは思わない。今はリヴァイ、あちらの状況がわからない。それを確認する時間も余裕もないと思うね。なぜならこいつらの底力は我々には到底計り知れないからだ。首をはねてもまだ安心できないよ。
ハンジさんらしくないですね。わからないものはわからないと蓋をして、この先どうやったら俺たちは巨人に勝てるんですか。ジャン、俺たちが敵を計り知れるようになるのはいつですか。ミカサ。はい。ガスはあとどれくらいある。もうほとんど残ってません。ですが、エレンとアルミンの元への片道分はあります。私よりはあるな。ミカサ、すぐにエレンたちの状況を見てきてくれ。そしてガスを補給し、リヴァイから注射薬をもらってこい。何らかの理由でそれが叶わない場合には深淵弾を撃て。それを合図にライナーを断つ。了解です。ハンジさん、俺は私の判断だ。君のは判断材料。俺はなんだ。まさかこの後に及んで。やった、やったぞ。アルミンが息を吹き返した。頑張れ、もっと息吸え。アルミン、兵長、中将、早く。アルミンを巨人にしてベルトルトを食わせるんですよ。早く注射をください。ああ。もうガスはわずかしかない。返り討ちにされるだけだ。くそー、俺のせいです。俺が取り返しのつかないこと。私の判断だと言ったら、エレンたちと合流しよう。リヴァイ兵長、やっと追いついた。エルヴィン団長が重傷です。腹がえぐれて内臓まで損傷しているため血が止まりません。例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか。え、兵長、まだ息がある。まだ生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。さっきアルミンに使うって。俺は人類を救える方を生かす。ライナー、お前は運が良かったね。お前ら、自分で何をやっているのか分かっているのか。エルヴィンを、調査兵団団長を見殺しにしろと言ってるんだぞ。時間がない、邪魔をするな。エレン、市場を捨てろ。市
地上を捨てろ。さっき注射をすぐに渡さなかったのは何なんですか。エルヴィンが生きている、その可能性が頭にあったからだ。フロックが瀕死の団長を運んでくるなんて全くの予想外だったはずです。その通りだが、ここにエルヴィンが現れた以上エルヴィンに使う。おい、力が弱ってる。力ずくで奪える。お前らも分かってるはずだ。エルヴィンの力なしに人類は巨人に勝てないと。そうだよミカさん、もうやめろこんなバカな真似。アルミンがいなくたって無理だ。エレン！だってそうだったでしょ。トルストクを岩で塞いで守ることができたのも、兄の正体を見抜いたのも、夜間に進行することを思いついたのもアルミンだ。潜んでいたライナーを暴き出したのも、ベルトルトを倒すことができたのも、全部アルミンの力だ。人類を救うのは俺でも団長でもないアルミンだ。そうだろミカさん。渡してください。人類を救うのはエルヴィン団長だ。黙ってて。黙ってられるか。お前らばっかりが辛いと思うなよな。まだ知らないだろうけど、あの壁の向こう側に生きてる兵士はもう誰もいねえ。獣の巨人の投石でみんな殺されたんだ。誰も助からないと思った。でもエルヴィン団長だけは違った。あの状況で獣の喉笛に食らいつく三段を立て実行した。みんな作戦通りバラバラに砕けたよ。最後に感じたことはきっと恐怖だけだ。まだ息のある団長を見つけた時はとどめを刺そうとした。でもそれじゃ生ぬるいと思った。この人にはまだ地獄が必要なんじゃないかって。そして分かったんだ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。それがおめおめと生き残っちまった俺の意味なんだよ。だから邪魔するなよ。よせ。ハンジ。おい、嘘だろ。こんなの、そんな、なんてことだ。私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。それはアルミンになってできる。確かにアルミンは逸材だ。だがまだエルヴィンの経験と統率力が。私にも生き返らせたい人がいる。何百人も調査兵団に入った時から別れの日々だ。ハンジさん！でも分かっているだろう。誰にだっていつかは別れる日が来るって。とてもじゃないけど受け入れられないよ。正気を保つことさえままならない。辛い辛いよ。分かってる。それでも
前に進まなきゃいけない。兵長、海って知ってますか？いくら見渡しても地平線の果てまで続く巨大な湖だって。アルミンが…おい、もうやめろよ。この壁の向こうにある海をいつか見に行こうって。でもそんなガキの頃の夢は俺はとっくに忘れてて、母さんの仇とか巨人を殺すこととか何かを憎むことしか頭になくて。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルミンに食わせる。さあ行こう、ミカさん。クソクソ。アルミン、またな。だからまずは海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。お前の夢ってのが叶ったら、その後はどうする？わからない。叶えてみないことにはな。俺は、このまま地下室に行きたい。まったく、どいつもこいつも、ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえと、やってられなかったんだな。みんな、何かの奴隷だった。それだけじゃないよ、海だ。エルヴィン先生、壁の外に人類がいないって、どうやって調べたんですか？夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。獣の巨人は俺が仕留める。リヴァイ、ありがとう。許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。その上、一度は地獄から解放されたこいつを再び地獄に呼び戻そうとした。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、
まだ先になりそうだ。もう死んだよ。そうか。ベルトルトとエルヴィンの死を知り動揺するアルミン。そんな中エレンは父グリシャと約束したあの場所へ向かう。次回、地下室。